話でギャンブル一か八か思考を変えて生き物になるイメージを夢で見るために少し骨が強くなる気がする日も典型目は全部置いていかない主役になって小さくかつポツしてらっしゃくしゃみが2回たった日も大きく超えていくそれが恋だと思ったのだファンシーな人生だ大変だ楽になりたいシークレカー幸福は泣いてんだずっと邪魔され